うございます。はい、大丈夫ですかね。ちょっともうなんか入れてたんでちょっと入れちゃったんですけど、あ、いいですそれは、うん、もうちょっと入れようかと思ったんですけど、はい、大丈夫です。ありがとうございます、助かりました。本当に雪が全然あるから気分的にもう下にいるとやって病んでくるぐらいないんですみません、ありがとうございます。しばらくね、それで使って、まあ、毎日やる感じですよね。そうですね、はい、はい、はい、すみません。雨とかほらひどく来たら、はい、午後とかもう1時前には終わらせます。12時半ぐらいを目安に終わらして、はいはい、それで下がっちゃいます。あ、そうですか。はい、もうそしたら一応でも斉藤さん昨日話はして、はい、もし使うんだったら午後とか僕ら使わないんで入ってくださいとは言ったんですけど、ただなんか入らないようなことを言ってたんで、終わったらどうしたい、そのままこのままでいいですか。今までいいですよ、 XKっぽい。すいません、じゃあなかったらまた言っていただければ、はい、そうですね、はい、ポールどうします、端っこに。まとめて、もうラッセルが今噛んでないところにまとめて木の近くとか、ね、うん、もうじゃ絶対邪魔にならないようなところに今押してもらいます。今、圧接入ったラインが多分もうギリギリなんで、はい、その向こう方に入れます。はい、目指しの方です、はい、すいません、はい、はい、すいません、よろしくお願いします。ありがとうございます。めちゃくちゃ紛らわしい。やばい、今日アーム持ってくるんですね。あの車に近いラインを強制されちゃいます。あいつだ、あれ、あ、ゆうたか、あれかと思った俺、なんだっけ、カイト、まああんまり、ねえねえねえ、あんまりこうやってやらなくていいじゃん。足を動かす練習してんの、お前これは強くなりすぎ、上体動かさないで、背筋のこれは変えないで滑ってくる。だんだん趣旨が違ってきたら、ストックなしにさせるからな、みんな。だんだんもう趣旨が変わってくるからさ、だんだんガツ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 当たり出す。胸がずっとこっち向いてくるよ、あっち向いてる、こっち向いてる。しっかり背中向けてくればこっち向いてくるから。うん、もうちょっとエッジをしっかり立てて、膝がやっぱこういう風になりやすいから、さっき上で説明したように、君の場合これを意識して内足首を曲げていくっていう、腰を引かないように。ちょうどいい角ですね。そう、上手くなるんですよ、チービーがね。あれでさ、もっとこっち、もっとこうやって、もっと違う。あ、今の2倍ぐらい。エッジ噛みやすいから何とでもなっちゃうんだけど、もうちょっとエッジ立てて。腰が回るからエッジは立たないんだよ。いい、ポールに向かうときにこうポールがあるじゃん、腰がこうやって回っちゃってじゃなくて、この腰をこっち側に寄せて、それでポールがこうやって離れるようにして、上半身が逆になったとき、当たりにこうやって、この後腰を見るから、逆にして当てるときだから、お尻に当ててくれ。順ちゃん、おい、趣旨が違うぞ。ほら、ポール、なんだろう、近く、なんかこう、近く通ってやれやれみたいな感じになってる。ちゃんとスキーを踏み流れてる。なんか、踏み流れたり。今良かったじゃん。でももうちょっと膝がさ、余っちゃうから、ちょっと止まってたけど。やっぱ降ってきたな。もうちょっと膝が寝てきた。うん。いよいよでさ、下の方が膝が、これ隙間がなくなってきてるから、やればできるじゃん。あれでもっと外傾を取って、もっと強く踏んできてみる。そうすると隙間がなくなってくるから、いい意味でね、うん、それちょっと続けてみ、で体絶対引けないように、
もう気持ち腰をちょっと抜けて、エッジをもっとしっかり立てていく。その立てるにはもっとしっかり踏む。圧を加えていく。そうするともっと胸が動く。これマナちゃんかっこいいよやってるね。かっこいいね。レトロ。こいつだ、手大丈夫なのかな。でも滑ってっからいいか。骨折れてましたって言ってたけど、お前大丈夫なの。見てる方がいい。あの無理しなくていいからね。もう基本練習だからさ、 手とにかくかばってあげて、まあちょうどいいから手前出していった方がいい、はい、こお前引っ掛けるんだからさ、しょっちゅうさ、こうやって前出して、膝より肘を前出していて、もうこれは固定、全部固定、こうやってやらない。ここまでもしやるとしたらこれだけでやる。もっと揺れが動いてる、木のけられてるだけじゃなくて、体重が持ってるから、すごい外れるから風圧を感じるよ。こっちもやってきたね。ね、もっとしっかり圧を与えてきて、ギューン、このままただ乗っかってるだけだ。そうじゃなくて、しっかり踏んできて、踏んできて。ちょっと今だと、はい。ここにこう、ここに、ここに、ここに倒れるのよ。はい。はい。わかる。パクってきたから。間違いなく、なんかパトロールもグッときたら間違いなく来るし。この後どうしますよ、降ってきたら。いや、1時ぐらいから本当に本格的に降るらしいんで。それでいいか。多分だからロープも張りっぱなしだと思うんですよ。これで圧接、こっちはこっちで入れるだけなんで。アロンさん、こっから、こっちから動かさないで。こうじゃなくて、こっち。足、もう、特にタロちゃんの場合、これ今やんないでいつやんのってぐらい、こっちを動かしてきて、はい、小指側のエッジを思いっきり立ててきて。はい、急に寒くなった。全然違う。マイナスになるらしいですか。ああ、でもまあいい、その方がいいですけどね。こっち動かしてきた、これ。こうやって動かしてきた。こうだからね、こう。うん、いいじゃん。それをスタート前に。10回ずつ左右やってからスタート。分かった。左右の意味分かるか。すごいぞ、父ちゃん。はい、今分かるって本当に分かる。怪しい。リフトでお父さんに聞くんだぞ、左右。あいつらだけ取ってやるか。